ベルモンターニュエメールは西日本旅客鉄道が富山県内で運行する臨時快速列車である。ベルモンタの愛称が付けられている。上花線と氷見線を経由して新高岡駅、高岡駅氷見駅間を結ぶ列車と上花線の高岡駅上花駅間を結ぶ列車が設定されている。2015年10月より実施される北陸デスティネーションキャンペーンに合わせて 北陸新幹線と上花線が接続する新高岡駅を軸とする上花線と氷見線の観光列車として同年10月10日より運行を開始した。走るギャラリーのコンセプトをもとに山と海の変化に富んだ両線の美しい車窓を一枚の絵画のように演出するデザインとしている。高岡駅を起点に上花線は山側に氷見線は海側に伸びることから このエリアの特徴である、美しい山と海をフランス語に訳した、ベル・モンター・ニュエ・メールを列車名とすることで、国内の旅行客にインパクトを与えるとともに、海外の旅行客への認知をも図っている。なお、車内には、高岡銅器、稲美彫刻といった沿線の伝統工芸が飾られ、食のサービスとして、同乗した板前による握りたての寿司や地酒の飲み比べを味わうことができる。 プチ、富山ワンスシセットと、ほろよいセットが提供は、それぞれ、3日前までに、着地型ツアーサイト、ビジット、富山県での予約が必要となる。プチ、富山ワンスシセット、ほろよいセット土曜、日曜を中心に運行される。ダイヤは、A パターンと B パターンの2つが設定されており、A パターンは1から4号として新高を回帰、日見駅間を2往復。 B パターンは51から54号として、高岡駅上花駅間を2往復する。なお、2017年3月4日、ダイヤ改正以前は A パターンが土曜、B パターンが日曜で運行されていた。当初は2016年2月末までの運行予定だったが、JR 西日本は2月上旬時点で2016年9月までの運行を決め、 8月時点では10月以降も運行が行われる予定とされ、それ以降毎年1年ごとの期間延長が行われ、2022年2月までは運転されることが決まっている。また2016年2月18日からは団体臨時列車としてまとまった予約があった場合は、平日にも運行している。2016年1月2日及び3日は運転設定がなかった。 代用車両がないため、車両検査の期間は運転を行わない。2020年4月11日から2019、新型コロナウイルス感染予防のため運転を取りやめていたが、8月1日から運転を再開した。2021年7月4日から1号の始発駅が、波駅に変更の予定。1から3号は、 上花線と氷見線を直通運転するため、高岡駅構内で上花線ホームと氷見線ホームとの間で入れ替えしながら移動する。構内移動時の乗車は、新高岡駅と氷見線内停車駅の相互間の乗車券類を持つ乗客のみ可能。死刑駅に停車中の車両 A パターン。このほか、農町駅、雨晴れ海岸付近で運転停車する。 B パターンキハ40系1両を金沢総合車両所において改造工事を行った車両であり、車体外観は現行のキハ40型と変わらないが、海側になる。車体側面の1から3位側の側窓は固定窓に変更され、一部の側窓は拡大している。車体塗色はダークグリーン、車体腰部、窓枠部分、前面下部のスカートには、 メタリックゴールドが配色されている。また、貫通扉と側面用部にはロゴマークが描かれている。車内は、海側の1から3位側には、前くらい側に円形テーブルが設置されており、一人がかりの木製腰掛けが窓向き、テーブルがレール方向に配置され、山側の2から4位側には、中央部に二人掛けのクロスシートと折りたたみ式の、 テーブルを備えた4人掛けのボックスシート、車端部にロングシートが配置されている。4位側の端部にあるトイレは様式に変更されており、ロングシート部に設置されている釣り革の釣り手は木製となっている。車内照明は客室内が天井中央部に円形の照明を設置する形に変更になり、出入口のデッキ付近の蛍光灯には木製のカバーが取り付けられている。 また、社内装飾には、南都市の伝統工芸品である、稲見彫刻の作品が海側に2つ山側に6つが展示されている。ありがとうございます。